皆さんこんばんは。いかがお過ごしですか？スペインセビリア市から発信してます、クリスタルです。さて、今日はものすごくいいお天気で、晴れてるので、屋上に登ろうかと思ってます。今日はですね、いろいろ話題があるんです。今日はわがまま動画です。どうしてかっていうと、コロナウイルスを追っていくのがちょっと辛くなってます。で、投稿欄からも、いろんな人の投稿が、もう見てるだけで疲れちゃって、もう辛いと。もう私もそうなのね。短い人はいいんですけど、長くこう反論してる人なんかは、真面目に読まなくちゃいけないと思って読んでると疲れちゃいますね。で、中がなんか容姿が全然私が言ってることとずれてることが結構あるので、それをね、いつもよく見てくださる方がおっしゃってました。これ付き合うと疲れるからやめなさいって言うんですね。それから投稿なしにしたらどうっていうのも、でもね、すごく有益な投稿してくださる方もね、いらっしゃるのね。だから、全部シャットアウトするのはダメなんですね。それと、投稿なくなると私の一方的な放送になってしまって、つまらないのね。反応がないと。でも確かに、思い出し笑いの方でおすすめした、オーストラリアの若い19歳のものすごいヒットチャートに載った彼女の自作の歌を紹介したんですけれども、この方がね、お若いのに言ってらっしゃることはね、私とすごくね、通じるところがあったんですね。っていうのは、彼女はストリートミュージシャンでずっと、街で流してたんですね。わずかな、本当に一人とか二人の心ない、なんていうか、やじとか、それから批判で、ものすごく傷ついたって言うんです。だから、応援してる人が多くて、そんなのは一人か二人なんだから、無視すればいいって言ってもできないっていうのね。ものすごく傷ついたって言うんです。私ね、同じ感じです。で、ここがね、もう、スペイン生活長いですから、日本にいたより長いので、感覚が日本人と違ってるかもしれません。こういう方がすごく多いんですね、励ましてくださる方に。アンチのコメントは無視するように。これはなんか工作員が入ったりとかしてるんだから、私は絶対にあなたを支持してるのねって言ってくださるんですけれども、ね、気悪くしないでくださいね。でも私としては、でもこう言ってくださる方にも見放されてる気がします。っていうのは、だからそういう人に付き合うと絡まれて嫌だから、関わり合いになりたくないと思って、思うのは正しいと思います。嫌だなと思って反論も書きたくない。本当は心の中では、全然理にかなってないじゃないかって思ってても、通り過ぎていく。そこまではいいんですね。でも、ほら、バッドマークあるでしょ？あなたは間違ってますよって。これは、自分のハンドルも出ないし、全然表に出ないけれども、これによって私のことを擁護できるじゃないですか。だって、その人に対してこうやってる人もいるんだから、だからそうやって、無視するに限りますよって言ったって、私はもう一方的に放送してて、誰からの指示もないわけだから、そういう心ない投稿とか、それから内容全然理解してない長い、頭の良さそうなんだけど、実は全然分かってない投稿に傷つくわけです。だから、支持者の方は、これやってくれたらいいと思うんですね。それが10個とかでボコボコになってれば、まあ、ね、救われる思いがするでしょ？だから、これね、日本の政治はものすごく悪いって言って、でも全然国会を取り囲まないのと似てますね。だからこれでまた気を悪くされたらあれなんだけど、私がほとんど外国人の感覚になっちゃってるので、それで思うことは、でもそうやって支持してくれる人も、私のこと助けてくれないで見殺しにしてるじゃないって、僕出されてるのに。そういう感じがするんですね。だから私、昨日のトランプの動画以来、なんかものすごくね、この辺がね、良くないもので詰まっちゃったんですね。だから今日は言いません。でも、記事出てましたよ。トランプの娘のイバンカ、外出禁止令にもかかわらず、コロナの中心になっているユダヤ教の行事を行うために、ニュージャージー州ですね、ヘッドミンスターにある、そう、ゴルフリゾートを訪れてるって。これね、許せないと思うんですよ。大統領の娘行っていいんですか？だって補佐官でしょ？ご主人も。で、トランプはこういう甘いことしてて、これでもやっぱり皆さんは、思いっきりトランプを支持するんですか？だから、こんなのつまんないことだから、家族だから、その責任。でも、今、ニューヨーク、首都では、ものすごく厳重に、守らなくちゃいけないって言ってるのに、このトップの家族がこんなことしてて、示しが効かないですよね。で、これはいいんでしょうか？あと、それから、やっぱり思った通り、トランプについて、なんか一言言うと、まるで自国の大統領をけなされたかのように、ものすごい反応来るんですね。
それもう、あなたの、なんだっけ、動画見ることやめたところ、黙って見ることやめればいいのに、わざわざそういう捨て台詞をしていく。だから私ね、こういうのが続いてくると、本当にもうニュース動画上げるの嫌になっちゃうかもしれません。だから気にしないでどんどん上げてくださいって言ったって、そうやって励ましてくれる人がほっとけばいいですよって言って私のことも一緒にほっとくでしょ？もうそんな風にして、もう僕出されてると、こうやって閉じこもりの生活してるので、元気なくなってきますから、そんな皆さん、応援してるから頑張ってどんどん出してって言っても出さなくなると思いますね、この調子で言ったら、本当に。だから支持者の方は、これやってくれたらいいと思うんですね。昨日はずっとそう思ってました。こういうの、こういう本があります。真珠湾の真実。この、ロバート・スティネットっていう人が書いてるんですけど、この方はもともと、海軍にいました。アメリカ海軍にいて、第二次世界大戦には、その時に入ってらしたんですね。で、その後新聞記者をやってらして、この真珠湾の攻撃は、ルーズベルトは知ってたか知っていなかったかっていうことで、ものすごい大論争が、ずっとこの本が出るまでずっと続いてるんですね。で、かなり、歴史家として著名な方でも、擁護してたりなんかするんです。で、この方は、もう、新聞記者を辞めて、で、アメリカの公文書が、公表されてから、もう全国をこう回って、その証拠を集めるんですね。第一級の証拠、本当のサインしてある命令書とか。それで、もう反対派が黙らざるを得ないところまで、完璧に調べて、そして出したんですね。だから、この本のほとんど、半分くらいは、どこそこの、どこそこの資料に基づいて、このあれを出してるっていう、もうほとんど半分ぐらいはね、出典を明らかにしてることだけで終始してるんですね。これ日本語であるんです。っていうのは、私これについて記事を書いたことがあるので、初めはこれで読みました。英語で。ね。それで、この記事を書くにあたって、日本語にするときに、日本語の軍隊の名前がわかんないんですね。例えば、海軍将校とか、いろんな名称あるじゃないですか。しかもあの時代の。それがわからないので、日本語の本も買いました。で、これ、読みました。非常に興味深かったです。ところが、なんとこれ、スペイン語でないんですね。スペイン語でないんですよ。だから、この真珠湾の論争になった時、未だに、あれは卑怯なアタック。だって信じてる、インテルの人たちも多くて、私の周りの友達も、君はそう思うんだねって言われて、論破できないのね。もう本当に悔しいので、これなんとかね、スペイン語で出さなくちゃってずっと思ってるんですけど、まあ、ね。だからこのロックアウトでしょ？また本読んで、ちょっとスペイン語に軽く訳していこうかなって思ってるんですけど、こうやって動画を出すたびに、ボコボコにされて誰も助けてくれないで、スルーだよって言って終わりで、でもすごくモヤモヤしちゃうところにこういう重い本を読むっていうのは、なかなかね、根気が続かないですね。それからね、これは私はどこにでも持っていく本です。海外に旅行するときとか、どこにでも持っていく本なんですけど、東京裁判日本の弁明、小堀圭一郎先生の本です。これね、却下未提出弁護側資料抜粋ってあるんです。これね、本当に素晴らしい本です。あの時何が起きてたのか、何が公表されなかったのかっていう、清瀬一郎さんの話とか出てるんですけれども、なんでこんなにボロボロになってて、こんなに小さい本なのかっていうと、私は、もう、なんか、たるきに投げて、散歩歩まずじゃないんですけれども、数行読むと、もう胸が詰まって、泣きそうになっちゃってですね、言っただけで泣いちゃうの、すっごいな、私ってウェットで。で、これね、読み切れないんです。もう胸が苦しくなっちゃって。で、こう小さくてちょうどいいので、そしてもう絶対読破しなくちゃいけない本として持ってるんで、これともう一つ侵略の世界史関係の本も持ってるんですけど、永遠に読み終わらない本なんです。これいつも日本国民として全部ちゃんと分かってないといけないと思ってて、翻訳もしなくちゃいけないなってずっと思ってて、でもやらないっていうね。私こういう性格的な欠点があるんですね。で、皆さんもぜひね、私より勇気のある方、これ読破してみてください。これ講談社学術文庫です。これいつも持って歩いてるの、ちょっとピッて入るでしょ？どこにでも、機内持ち込みとか。で、行って、眠れない時に読もうかなと思ってるんですけど、数ページ読んじゃもう全然先に進まないっていう。今日はね、わがまま動画なのでいろんなことを言います。それからこれ、中村明先生の
大東亜戦争への道、どうやって入っていったのかということが書かれてて、それからこの終結後の、あの本も、今ちょっとここの本棚にないので出せなかったんですけど、あります。で、これはね、私は実は中村明先生とはお会いすることになって約束ができてたんです。次回の帰国で会いましょうということで、あの、会ってくださるっていうので、お会いすることになってたんですけれども、亡くなっちゃったんですね。とっても残念です。それから、東條英機さんのお孫さんにあたる方、あの、この方とも連絡が取れてて、お会いすることになってたんですけども、亡くなられちゃったの。だって、あんなにお元気だったから、まさかと思ってたんですけど、そうやって、あの、非常に残念なことになっちゃいました。それから、この方はなぜかね、とんでも本というふうに、あの、言われてるんですけど、清水慶八郎さん。このね、侵略の世界史は、ものすごくよくできた本ですよ。ものすごくよくできた本ですよ、この本。なんで、とんでも本って言われるのかわかんないですけど、その後に書いた本が、なんかどっか変だったのかしら。ほら、歴史を掘り起こして書いて、一つ間違えちゃうともう、ダメな学者っていうか、としてレッテル貼られちゃうこともあるので、案外それかなと思うんですけど、よくわかってません。でもこの本はすごくよくコンパクトに書かれてるので、小伝社ですね。から出てます。侵略の世界史。この500年白人は世界で何をしてきたか。これはね、なかなかね、面白い本です。私が、その、世界史に目覚めちゃったのは、大学受験の年です。高校3年生の時。ね、学校の授業はものすごくつまらなかったんですけど、予備校に行ってたんですね。まだ落第してなかったんですけど、っていうか落第しないでそのまま行ったんですけど、現役で。予備校の教師って結構優秀で、あの、世界史で、先生がおっしゃった言葉なんか、もうガーンと来たんですね。よく注意して書かれよ。白人によって書かれた世界史だからねっておっしゃったの。ああ。ああ歴史は勝者が書くんだっていうのを18歳の時に、もう17か18にまだなる手前ですね。の時に、あの、初めて気づいたんですね。それは、アメリカ大陸発見っていうのは何なのか、石国、1492年。アメリカ大陸発見って一体どういうことなのか。インディアンがいたじゃないか、そこに。何がどこが発見なんだ。君たちはこういうことを考えないといけないよっておっしゃったの。で、そこからね、英語科に進むのは間違いかな。やっぱり史学科に行くべきなのかなってその時思っちゃったんですね。語学を目指してたので、そうだったんですけども、まあ進路突然変えるわけにもいかなかったので、そのまま行ったんですけど、あの時からずっと宿題で、そのことが頭にもう叩き込まれて、っていうかもうここにインパクトを持ってずっとそれを追ってきてます。あの時から。あ、なるほど、コロンブスのアメリカ大陸発見とんでもないんだなって。それから南米のことやなんかもね、興味を持つようになったんですけれども、ということです。で、それでね、また高校やり直ししてるって言ったでしょ？あの、中学高校、あの、スペインで。で、そのスペインの高校の歴史の先生が、この本をくださったんですね。ここにね、エルハポン・イス・ドゥエンデ。だから、日本とその魂っていう本が書かれてるんです。すっごい昔の本で。1964年に書かれた本なんですね。いや、もう面白いです。日本がブームになる前に書かれてる本なので、どうなのかなと思って、これ読もうかなと思ってます。今日屋上に登って。もうこれから、YouTube を上げてご飯を食べたら、もうすぐにダラダラしてないで、屋上に登って読書をすることにしました。そうしないとね、あのね、だんだん窮屈になってきちゃってるんです。で、昨日みんなからいっぱい電話がかかってきて、テレビ電話聞くと、やっぱりみんなもすごくイライラしてるって。ほら、閉じこもり生活してるので、つまらないところで落ち込んじゃったりとか、あの、くよくよしたりとか、もうイライラしたりとか、すごい。昨日はうちの下の娘もかなりイライラしてました。それからね、もう一つ良かったことは、ほら、私の思い出し笑いに騙されたと思って学校に行こうで、一生懸命取り上げてる男の子いるじゃないですか。あの人から、あの人と連絡がついたんですね。そしたら私のことすっごい探してたんですって。
もう何年も。で、っていうのは、携帯がなんか、盗まれちゃったか、壊れちゃったか、全部消えちゃって、私の連絡先が全然わからなくなっちゃって、で、まだマドリにいると思ってたっていうんですね。近くにいるの、私たち。っていうか、まあ、100キロぐらいのところにいるんですね。今これ、ロックアウトなどでダメですけれども、もう絶対寝ようねって、昨日ね、話して、あなたのことを動画で言ってるのよって言ったら、へえ、じゃあ見てみるから、日本語なんだけどね、写真出せたらよかったのにね、すごいハンサムだから彼は。ではまた明日、お元気で、ごきげんよう。